はい、どうも皆さん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、本日使っていく武器をご紹介する前にですね、今ね、緊急で動画を回しているんですが、何がね、緊急かと言いますと、こちらなんですよ。はい、これ見てください。運営さんの方からですね、何やらね、怪しげなメールが届きまして、なんかよくわからないんですが、とりあえずは僕ね、公式クリエイター解雇されたじゃないですか。そのくせにね、運営さんは僕を利用してね、新しいスキンの宣伝をね、無料でやっていこうという寸法なんですよ。これ許せますか？いや、許せんな。これはひどい。なんなんだよ。なんかこんがりだったらさ、このね、スキンを、まあ、床にぶん投げておけば、拾って食べるだろうって。いや、そんな甘くありませんよ、僕だって。ちょっとこれにはですね、堪忍袋の尾がぶち切れたわ、本当に。いや、だってひどいでしょ。さすがにこの対応はないよね。何もやり取りしてませんからね、僕。一切ね、新しいスキンくださいなんて言ってないかな。マジで今怒ってる。俺、今回に関しては、もうこのね、スキン、もう絶対に、俺は食べない。いただきますってことで、皆さん見てください。これやばくない？これやばくないか、本当に。おい、ついにさ、あのボスのね、フレッドと同じスキンが実装されるってことで、これね、多分明日ですね、5月の9日の14時にね、実装されると思います。はい、ついにやってきました、ペイトゥウィン要素。これさ、草むらの中とかに隠れられたらもう訳が分かりませんよね。はい、これさ、もう本当にかっこいいんだけど、何これ。ついに僕たちもフレッドのね、影武者になれると。ついに僕たちもね、あのフレッドになることができるってことで、これめちゃめちゃいいでしょ。しかもさ、このスカー見てくださいよ。やばすぎない？これめちゃんこかっこいいじゃん。ちょっとさ、ガンスミス見ましょうか。で、これ今回ね、一応さ、まあ、ヘッドもね、こんな感じで、まあ、迷彩柄があるんですけど、これね、まあ、一つね、僕言いたいのが、まず、これね、ヘルメット5層なんですよ。はい。で、このさ、まあ、防具が4層なんですよね。なんで5層に4層なの？これ意味がわからないから、正直。意味わかる人います？いや、いないでしょうね。ってことで、これはね、バカタレ案件でさ、普通に。で、一応さ、このさ、黒いマスクを、買ってあげて、ここにさ、まあ、つけてあげるとどうなるかというと、よりね、なんか見にくくなるんじゃないでしょうか。ほら、あ、これは勝ち。これいいよね。まあ、でもヘルメットつけるとね、ちょっとフードが取れてしまいますので、まあ、そこがですね、まあ、残念な点その2だな。で、残念な点その3、このまず防弾リグのマスが、まあ、僕的に言うとしょっぱい。うん、あの 4×4 マスがね、2マスないと僕が使ってる普段のあの回復が入らないわけですよ。 1×3 マスがね、4つあるんですけど、いや、正直、ま、使いにくいかなと。はい。そして、まあ、このアサルトバッグですよね。まあ、これに関しては、ま、どうでもいいんですが、まあ、とりあえず言うことなしと。はい。ということで、ま、早速ね、ファル見ていきましょうか。まあ、このファルに関しては、めちゃめちゃかっこいいわ。ただ、ま、レーザーサイトが上にくっついてるのが、ま、僕的には気になるんですけど、まあ、どうでもいいか、そんなことは。このさ、サイトの部分とかね、見てくださいよ。この布がかけてあってさ、もうまさしく、もう暗殺ムーブっていうか、もうそんな感じですよね。これはまあ初めて欲しいと思ったかもしれない、このスキンにおいては。うん、このスキンはね、まあ、正直、まあ、僕無課金縛りしてるんですけど、いや、欲しいよね。これあの永久スキンくださいよ。なんでさ、7日間限定をさ、僕にさ、なんか投げ散らかすんですか、本当に。まあ、こんな感じです。はい、アタッチメントはこんな感じで、マズルにおいては、このね、アダプターの部分は多分塗装されてないんですが、まあ、マズルのね、この 7.62LWT がね、塗装されてるというか、まあ、スキンがついてるので、まあ、こんな感じになってるわけですよ。いや、かっけえ。で、まあ、今回、スコープがですね、色ついてるんですけど、まあ、普通のあの4倍スコープですね。まあ、だから、まあ、これはまあ、ありよりの、まあ、なし。マガジンが30連マガジンなので、まあ、これはですね、まあ、あの、セミオート式で使うのがね、いっちゃんまあ丸いんじゃないかな。まあでもレーザーついてるから、まああの近距離詰められた時は腰打ちお祈りゲーミングでいいんじゃないでしょうか。基本ステータス、垂直59の水平61、エルゴノミが34で精度が62、腰ダメ射撃67で有効射程が124で追加ステータスサイレン高ってことでね、今回はこいつを使って、
ノースリッチのね、まあ、フレットになりきっていこうかなってことで、まあ、ノースリッチのね封鎖区やっていこうと思います。まだ実装されてないこのスキンを使って敵をね騙していきましょう。レッツゴー。はい、ということでね、早速射撃場の方にやってまいりました。見てください。まあ、勢力戦争でねこのファルが、まあ、ゲットできるっていう噂はね、聞いていたんですけど、まあ、あの倉庫に戻るとね、このまあファルが、まあ、戻ってしまうということで、まあ、皆さんね嘆き悲しんでいたんですが、ついに実装されました。めちゃめちゃかっこいい。嘘だろこれ。ちょっと待って、マジか。いかつ。ちょっと待ってよ。これ欲しいんだけど本当に。初めて欲しいと思った。まずは乗り越えるバージョン。マジか。これちょっと待って、俺本当に欲しいんだけどさ。欲しいものを手に入れてしまったら、それね手に入れた瞬間に欲しくなくなるんですよね。人間っていうのはもうなんかさ難しいですよね本当に。これまあ欲しいんだけど、まあ正直課金してまで手に入れる必要があるかというと、まあ微妙。まああのどうなんだろうね。いやどうなんでしょうね。僕あのさ iPad Pro ね2024年モデルが欲しいので、正直まあこいつに課金するお金なんてものはないわけですよ。はい、もうツイートもしているんですが、あの iPad Pro をね買うと僕破産するんで、貯金全ロスしてしまうので、まあ、20代でねあの貯金できてる人なんてまあほぼいないんですよ。だから、まあ、僕がね貯金してた33万円っていうのはもうほんとさ、世間から見ればもうマジで、なんで20代なのに貯金できてるのって感じで、まあ、めちゃめちゃね、まあ、溜まってる方だとは思うんですよね。ただそれがですね、まあ、iPad Pro 1台で粉砕されてしまうので、もうここでねあのガチャ引いたら僕あの iPad 買えなくなるんですよね。だからまあ、どうしようかなって今悩み中です。はい、正直まあでもそれぐらいねこのまあスキンについてはまあめちゃめちゃかっこいいかなって思いますね。はい、まあ忖度抜きで、まあでも僕はいらねえ。見てください皆さん、マッチング画面もさめちゃめちゃかっこいいよこれ。ちょっとこれえぐくない？本当に過去一かっこいいスキンに来たじゃん。しかもこのさ全身緑だからね、本当にさ草むらに紛れたらもうくっさーって感じで、くっさーって感じですよね本当に。くさーかもしんないけど、いやとりあえず、ま、強いわ。うん、普通に多分強い。あのさジャッキーチェンコラボだっけ、ブルースリーコラボでしたっけ、すいません、あブルースリーコラボか。あの時に出たさあの黄色い服あるじゃないですか、あれ弱すぎな。あれと比べたらこっちの方がさもういくらか強いわ。もう多分数百倍強い本当に。これはしかもかっこいいしね、このなんかマントが、あの調査兵団みたいなマントですよねこれ。あのフード被るのもさ、まあ、フレットの真似ができていいんですけど、このフードを脱いだらね、まあなんか進撃の巨人のまああのコスプレみたいな感じでめちゃめちゃかっこいいんですよね。いやちょっと本当にさもう僕ね絶賛してるんだけど、ここまで。でも僕はいらねえ。はい、ということで早速やっていきましょうか。まあ、欲しいんだけどさ、まあ、僕ねみんなにさ綺麗な画面を見せたいんですよ。このメンタルブレイクアウトの限界点っていうのを今さ、まあ、PC 版のねメンタルブレイクアウトが出て、まあ、ちょっと皆さんね結構そわそわしてると思います。まあ、PC 綺麗だないいなって思ってるかもしれないんだけれども、いや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 、このメンタルブレイクアウトモバイルも全然やりますよと。あの iPad Pro さ2024年モデルのあの M4 チップ、あれを搭載した iPad にかかれば多分ねこのメンタルブレイクアウトもまだまだ舞える気がするんだ。だから僕はみんなにこの iPad Pro の限界点をね見せたいので、まあ、あっち買おうかなって感じなんですよね。まあ、33万はたいて、まあ、貯金全ロスしてでも僕は届けたい映像がある。僕さ、まあ、あの動画の編集とかねあんま凝ってないじゃないですか正直言って。うん、まあ、ゲのゲだと思うんですよ自分で言うのもなんですが。待って、来たかもしんない、まずい。ちょっと待って、来てるわ。あーあーあああ、これ始まった。一回さこれフルオートに変えましょうか。で、どうするかというと、こうやって等倍に変えてあげる。これ来てるぞこっち側。はい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 、いますねこれ。ちょっとめんどくさいですね。じゃあ僕ちょっとここでさ、あまずい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 、あんまり足音立てたくないんだけど、本当は嫌なんですが、ちょっとやめてくれます？マジでもう囲むのだけやめてくれます？ちょっと頼むから、もう一回これさ足音出しちゃおう。もう知らねえ。もう一回これでさ、さらに4スコに変えてあげて、がっつりやっちゃおっか。こっち来てるやつ、はいはいはい。お前マジか。お前マジか。お前マジかー！もうマジかー！マジか。もうね、もうちょっと本当にさ、反動強すぎるって。うん。
もう何も言えない、本当にもうやめてください、もう本当にもう、もうお前煽ってんじゃねえよフレットがよ、もうやだ俺はフレットになれないんか、ちょなんで、もうどうしてよ、なんで俺はまたこいつにやられないといけないの、もうザムザム団しかいないんですよ、もういや等倍変えときゃよかった普通に、足一本しか持ってきてないし、あーまああと丹田一個持ってってるわ、マジか、もうちょっとほんとかよ、あいつびっくりしてるだろうな、なんでこいつフレットのスキン持ってるのって、うん、バグかなって思ってるかもしんないですが、うん、多分バグですねこれ普通に、はあもうこれしかいない、これにしか負けないもん僕本当に、ちょっともう今回やりたかったことはさ、別に近距離戦じゃないのよ、うん、あの遠距離からしばくっていうコンセプトなのよ、だからもう詰められたらもうマジきついわ、まあ等倍でやればよかったわ普通に、ちょっとねチキっちゃいました、ここチキン出ちゃいました、皆さんはね、このスキンもしね、引いた際にはあの絶対にですね、まあ、等倍に変えてください、うん、もう自分に勝てるかそれともフレットに負けるかみたいな感じなんで、とりあえずねバイ。